シンガポール航空006便離陸失敗事故は2000年10月31日に中華民国で発生した航空事故である。悪天候の中での離陸の際に間違った滑走路に侵入して作業車両と衝突した。この事故は最新鋭のボーイング747から400が事故機となり、シンガポール航空にとっては創業以来初めての死亡事故となった。 2000年8月に撮影された事故期シンガポール航空006便は2000年10月31日午後にシンガポールを出発し中華民国の台北を経由してアメリカ合衆国ロサンゼルスを最終目的地とするフライトプランであった事故当日に006便の運航に充てられていた機体は事故の約3年10ヶ月前の1997年1月に 製造されたボーイング747から400であった。また、この機体は新しいファーストクラスの宣言となる特別塗装機、トロピカルメガトップであった。006便の残骸2000年10月31日午後11時17分に台北の中西国際空港からの離陸に失敗し、炎上大破した。この事故で乗客159名、 上院20名の合わせて179名のうち、日本人1名を含む83名が死亡し80名が重軽傷を負う第三次となった。事故発生当時、台北近辺には台風20号が接近中で、台湾島一帯が風速15メートル以上の強風圏に入っており、当日は強い風雨のため発着する国内先行空便の欠航が相次いでいた。 そのため、当初事故の原因は、台風の強風による機体の横転や、ウィンドシアではないかとする推測が出された。しかし、事故から生存した3名の運行乗務員の、全員からの証言や管制官の証言や、搭載されていた CVR と DFDR の解析結果から、管制官から指示された滑走路とは別の滑走路を使用したことによる、パイロットミスと判明した。 この事故で、那覇空港を出発して、台北で乗り継いで、ロサンゼルスに向かっていた沖縄県在住の日本人男性が死亡した。台風20号の進路事故当時のタキシング、経路死傷者と座席配置言語は、英語、時刻は、協定世界時表記 PF 基調、PN 回復操縦 COBS、リリーフパイロットルドニム戦、TWR 管制等その後の調査で、 事故機は、関西島から離陸を指示された、滑走路 05L ではなく、約200メートル隣を平行に走る、改修工事中の滑走路 05R に誤って、侵入し、05L にいるものと誤信したまま、離陸滑走を行ったことが判明した。当日、05R 滑走路は改装工事中であり、工事用車両などが置かれていた。そのためパイロットは回避のために即座に、 機体の引き起こしを行ったが、コンクリートブロックに衝突して、バランスを崩したまま工事用クレーン車に衝突し、墜落したものであった。機体はバラバラになり爆発炎上した。多くの乗客は、事故の衝撃からは生存していたが、火災によって落命したと言われている。離陸直前であり太平洋横断用の大量の航空燃料が搭載されていたため被害が拡大した。 事故を調査した飛行安全調査委員会は2002年4月26日に事故機は左滑走路に入るべきところを機長が誤って補修工事で閉鎖中の右滑走路に侵入させた上滑走路の確認を怠ったことが原因と最終的に結論付けた報告書を発表したこれはパイロットは滑走路地図等で右滑走路が 使用不能であることを確認できたこと、誘導路上の誘導灯は滑走路である、左滑走路を示しており、右滑走路の誘導灯は点灯していなかったと見られること、事故機は左滑走路に侵入する姿勢をとっていなかったことなどを挙げ、たとえ空港施設に欠陥があったとしても、これが事故機のパイロットに間違った滑走路を選ばせる原因になったとは言えないとするものであった。 実際に006微味以外にも多数の航空機が離着陸を行っていたが、このような事故を起こしたものは皆無であった。それに対して、シンガポール側は独自の調査を行い、右滑走路の誘導灯の点灯と滑走路の標識や照明等の不備、右滑走路への侵入路が閉鎖されていなかったことなど、空港側の不備があったと指摘して、複合的要因によって起きたものであるとして、 パイロットミストの最終判断への反論と同時に、中華民国側の自己報告書に不満を表明したが、これは国際的には全く受け入れられていないばかりか、シンガポール航空側の安全運航に対する不信感を増やす結果にしかならなかった。日本の航空ジャーナリストの青木義友は、自己原因として乗員が正確な地図を持っていなかったこと、誘導等の不備。 乗務員の緊張感を書いた雑談などを挙げている。事故機と同型のボーイング747から400型機400型の全損事故としては1993年の中華航空の慶徳空港での事故に続きに決めである交代要因、青木義人も飛行機事故はなぜなくならないのか55の事例で分かった、本当の原因講談者、ブルーバックス、2015年、72ページ。 ISBN 978から4から06から257909から4。このモデルプレーンは、コレクターの間では、至高のモデルとあがめられるぐらいの高精度のものであった。現に、モデルメーカーも、採算を度外視して製作したものであった。d a c d i c a s t a i r c r a f t f o r u m c o m ありがとうございます。